けしてます。はい、リノーセさんから、はい、私20代前半の頃営業の仕事をしてました、うん、営業するのは初めてで毎日が勉強で、先輩の営業トークを真似してみたり、先輩に怒られたり、先輩の目を気にしながら仕事をしてました。そんなある日のこと、いつものように先輩と納品に行きました。納品も無事に終わり、商品の陳列を整えていると、商品の紹介や値段が書かれているポップがダラーンとなってたので、セロハンテープで直そうと思い、店舗の方にショッピンテープいただいてもいいですかと丁寧に聞いたつもりでした。ショッピンね。その途端、先輩の顔が一気に鬼の顔に変身したんです。はい、先輩、ショッピンって何か恥ずかしいぞ、少しくださいと言いなさい。私、あ、はい、間違えました。先輩、これからはチョッピンもチョッピリも禁止だからなと言われました。チョッピンとチョッピリは私の口癖でした。そうだ、チョッピリって言うね。チョッピリね、チョッピリ、これ沖縄独特。チョッピン、チョッピンはそうだね、沖縄独特だよね。チョッピリは日本語、チョッピリは日本語じゃない。あ、チョッピリ、あ、そうね、あ、そうか、チョッピリ甘酸っぱい夏の恋の思い出みたいなね。チョッピリ涙が出ちゃったとかね。おえな感じね。チョッピン涙が出ちゃったでしょ、あんたは。チョッピン、あ、チョッピンはよ。あれ、すごい、こんなに変わってくるね。面白いね。うん、チョッピリ、チョッピリだね、やっぱね。なんか高校時代にさ、あの、同級生がショパンをね、全部テープに取って置いてたの。うん、で、それ、ショパンってさ、CHO、あ、CHOPIN って書くのよ、ショパンって、うん、それでチョピンって呼んでる。このショパンを全部あのテープに取って置いてた友達のこの CD やってテープラックを見て、別の友達に、あ、これ何チョピンって、あ、チョピンですいろんな曲入ってるのって言ってた。嘘みたいな話があるの。チョピンズ、チョピンズいろんな曲が入ってるって思ったみたい。ショパンもびっくりだね。ショパンもびっくりよ。ただマリの高校の同級生でショパンを全部こうやって集めてた同級生はいなかった。マイコーにはいなかった。あ、ほんといないな、まあ、絶対みんなチョピンって言う。間違い漏れなくよ。おかしいね。ショパン、チョピン、チョピンって読むのね、絶対ね。そうね、ショパンはカタカナだから。